ドラフト会議の監督団は各指名選手のインタビューを紹介していきます。競合の末に常広選手の交渉権を獲得した新井監督は、本当に緊張しました。クライマックスシリーズで菊池にスクイズのサインを出した時以上に緊張しました。私、弦を担ぐことは日頃しませんので、力で引こうと残り物には福があると言いますし、先ほどジャイアンツの阿部監督のご利益をいただいて登壇しました。何年か後かにはチームの核となる素晴らしい素質を持った投手だと思います。名前からして我々カープにご縁を感じていました。同郷の森下先輩もいますので安心してきてください。1位指名の常広選手のコメント、ほっとしました。4年間ドラフト1位で選ばれるというのを目標に練習してきたのでとても嬉しいです。広島カープが一番初めに1位で公言していただいた時から一番自分を評価してくれた球団に入りたいという思いがあったので、広島カープで野球がしたいと思っていたのでとても嬉しいです。 2,3 年後にチームの核になれる選手になれるように、1年目からしっかり体力作りとかをしてどんどんレベルアップしていきたいです。カープはファンの熱量がすごくあるというイメージで、新井監督もすごく素敵な人というか人間性のある監督だなと思うのでとても楽しみです。2位指名の高選手のコメント、まさかこんな高い順位とは。先輩がたくさんいるし温かくて熱いファンの前で投げるのが楽しみです。無駄な四球を出さずテンポよく抑えることを心がけている。1年目から1年間1軍にいたい。ふるさとに戻れて幸せ。20年間1軍で投げ続けるのが究極の理想。怪我をせず走り抜けたい。3位指名の滝田選手のコメント、こんなに早く呼ばれると思っていなかったので嬉しい。広島は熱いチームというイメージで、修学旅行で行った時もいい街という印象だった。自分の努力次第で成績が変わると思うので、1年でも長くプロとして活躍し優勝に貢献したい。名前が呼ばれた瞬間に母親からおめでとうと言われたような気持ちだった。小さい頃から厳しかったけど、その結果ここまで成長できたと思うのでありがとうと伝えたい。4位指名の中田選手のコメント、唯一の高校生で下っ端なので上のレベルでやってきた人たちの良いところを盗みたい。お好み焼きを食べてみたい。初めての寮生活はちょっとだけ心配。部屋はほどほどに散らかっているのが落ち着く。でも汚いのは嫌なのできっと適度に片付けます。5位指名の赤塚選手のコメント、ドラフト会議が始まるとすごく緊張しました。広島カープの印象はもんじゃ焼きくらいしか分かりません。あ、お好み焼きです。広島に行ったことはないです。新井監督の印象は現役時代すごく好打者で、今年から監督になられてとても楽しいチーム作りをしているなと思います。プロとしていろんな投手から吸収していきたいと思います。